高橋陽子は日本の女性歌手、東京都出身、血液型は O 型、身長166センチメートル、ポッシブル所属、所属レーベルはキングアミューズメントクリエイティブ、2歳の頃からピアノを父親から習っており、小学生時代には滝野川少年少女が師団のメンバーでもあった、10歳時には手塚治虫の漫画作品のイメージアルバムに、 参加している。高校時代にはバンドを組んでいた。大学時代には軽音楽のサークルに加入しており、この頃はオペラ歌手を目指していた。弟は作曲家の高橋号で、その妻の松野有美は義惑にあたる。ボイストレーナーの姉がいる。両親は福島県岩木市出身で、父方の祖父は宮大工を務めていた。1985年。 駒沢大学の軽音楽サークルのメンバーとバンド、ヤウパワーを結成する。1986年にキティレコード主催のコンテスト、第1回、CSPC にヤウパワーで出場し、入賞する。このことがきっかけで、1987年に開催された、久保田と忍ぶのアルバム、グルービンのツアーのバックコーラスのオーディションの話が来た。オーディションでは、 約50人の参加者の中から合格し、バックコーラスグループ、ラブマシンのメンバーとして、久保田のサポートをした。メジャーデビュー前は1987年から久保田、ト信ノブや松藤や由美や、ウィンクなどのコンサートで、バックコーラスを務めたり、今井美希や斉藤由紀のアルバムのコーラス参加などを、している。この頃は、オペラ歌手ではなく、歌のお姉さんを目指していた。 同時にスタジオミュージシャンとしても活動しており、CM ソングやサウンドトラックの収録曲のボーカルなどの活動をしていた。1991年に PSI Miss You でバラードシンガーとしてソロデビューした。なお PSI Miss You の2ヶ月前にシングル、お帰りを発売しているが、現在はお帰りを初のソロ CDPSI Miss You を 本格的なソロデビュー作としている。1992年にはもう一度会いたくてで第34回日本レコード対象新人賞を受賞。同年には PSI Miss You で第25回日本優先対象新人賞も受賞している。陽民名義でテレビアニメランマ1二の楽曲を何曲か歌っている。ヤウ義で OVA 万能文化。 猫娘のイメージソングを何曲か歌っている。1995年の3月から6月にアメリカのロサンゼルスに音楽留学した。帰国後は仕事がなく大森俊幸に相談したところ、新世紀エヴァンゲリオンのエンディングテーマ、フライメツーザムーンのカバー企画に参加することになり、さらにキングレコードの大月春林の提案でオープニングテーマのボーカルも担当した。 その2年後に映画、新生系バンゲリオン劇場版首都新生の主題歌も担当した。2000年には当時所属していた事務所とレコード会社を辞め、一時的にフリーになった。フリーになってから5年間はケアワーカーとして介護職に就いていた。現在はこの期間を芸能界を引退していた期間としている。ただし、そのまま、 芸能活動を完全に休止していたわけではなく、依頼があったテレビ出演やレコーディング、ライブ活動などは行っていた。2003年には三つかん、金のごまだれのコマーシャルソングとして、小林明子の恋に落ちて、ホーリンラブマイナスの替え歌を歌った。フルバージョンも存在していたが、当時はスーパーなどで使用されるだけで、CD 化の予定はなかった。 14年後の2017年に発売されたヨーコシングスフォーエバーにて初めて CD に収録された。2010年7月2日に当時所属していたファンキージャムのスタッフによる公式ツイッターが開始された。高橋は翌年2月に事務所を移籍したため約7ヶ月ほどで更新されなくなった。現在そのアカウントは凍結されている。 2015年5月にはスタッフによる公式のフェイスブックアカウントを開設。同年6月のキングスーパーライブではオープニングを飾った。7月にはロサンゼルスで行われたアニメエキスポ2015で最終日の鳥で登場。2016年7月から8月ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーに竜の女王役で参加。2019年桃色歌合戦へ初出場。 2020年、高橋隆子名義で、テレビアニメ、ギャルと恐竜のエンディングテーマを担当した、オリジナルアルバムミニアルバムベストアルバムカバーアルバムた他、ありがとうございます。